もうね、毎シーズン思うんですけど、この建物あるじゃないですか。この建物というかこの施設、この囲われてるところ、これ毎期毎期ね、なんだかんだここの地下とか地上とか、なんらかここね、拠点、誰かの拠点あるんですよ。そうだよね。いや、まあ立証っていうか、そうなんだかんだあるで、今期もこれあるんじゃないかなって。まあマップ上にこの建物自体はいくつか生成されるんですけどね。今期もこの建物何個あるか分かんないですけど、いやでもね、あると思うんですよ。今期もないかな。で、なんでろうね、毎期あるもんね、ここね、こ壁に囲われてるからかな。庭もあって、いやそうなんじゃないですか。やっぱ作りやすいっていうか、一旦さ、こう壁に囲われてるから中に入るとちょっと守られてる感があるからとかじゃない、そういう系じゃない絶対。でも今のところ成功してますから。そうね、私たちの持ってる武器と乗り物と道具がね、着実にグレードアップしててグレードアップしてるから、これ間違いないでしょ。いや、やっぱね、 PVP のね、ある意味正解かもしれない。どうした、もう見つけた、たけし、ん、何見つけた、うん、おお、やっぱあった、どこ、ほうほうほう、何これ、何、あ、何このウッドフレーム、ウッド、何ここ、あー、土地支障ブロックありましたね、やっぱありましたねここの施設人気でな。てかこれ何ここ、あー、これウッドフレームじゃなくてコンクリートブロックをただ塗ってあるだけってこと、わざわざ。これ何、これ 木じゃないよね、ウッドじゃないもんね、これブロック、コンクリートブロックで、うん、あー、で何見つけた、どこ、これ違う、これ奥、あー、これだけウッドだね、本物です、これだけ本物のウッドで、カモフラってことかね、これ周りは。ってことはこれが225で、これだけウッドフレーム、ちゃんとウッドだよねこれね、塗ってないってことは、どう、えい、やっぱりね、拠点を建てたい場所ナンバーワンでございましたねでも、あ、いや、ここを隠したかったんだろうね、ここの出入り口を隠したかったがために、カモフラでコンクリートブロックをウッドの色に塗ってカモフラにしたっぽいですけど、逆に分かりやすくなっちゃったね。まあ土地支障ブロックを置いた時点でそういう風だと思いますけど、ありますね、施錠済みのハッチがこちらに目の前に広がっております。そして我々はオーガを手にして、もうね、オーガがあればね、土地支障ブロックの、しかもこれ金庫じゃないから、これはもうね、一瞬よ、およしもう今回の2件目じゃないですか、私たちのパラサイトするね、帰省させていただく拠点は今回こちらになっており、これレベルいくつだろう、レベル1かな、拠点はこちらになって、あ、ちょっと待って、ごめん、レベ2だこれ、レベ3かな、ちょっと分かんないですけど、とりあえず開けるだけ早く開けましょう。今回の帰省先はこちらでございます。あー、なんかフェンスがあるぞ、鉄のフェンスあって、タレットか、大丈夫、あ、下は割ブロック、おほはははは、ちょっと待った、たけし、もうちょっと待って、チェスト見えるけど、触れる、チェストに触れる、あー、布団ありました。いや、でもタレットはなさそうだな、下にもこっちにもチェストあって、おお、どうなってんのこれ、これ扉があっても、これ下は割ブロックだったら、これ下から行けば早くないですか、これひょっとして、ん、これわらブロック扉があっても、結局これわらブロック壊して、ちょっと待ってくれウッドフレーム出てきたよ、ん、なんだこの拠点、入り口のこの扉の意味が全くないっていうか、まだ建築中、真っ最中なのかな、これは、これ主張ブロックで硬いんですけど、これ岩ブロック削ったら扉破壊せずにこれ下からくぐれちゃいますよね、そうだよねちょっと待てよ、どういうことだこの拠点、めちゃくちゃ柔らかいぞ、大丈夫ですこれ、
扉を破壊せずに、下から分かりますかね、これ皆さんどういう状況か。あのね、扉はついてるんですけど、これ下からくぐって、これちょっと待ってね、今壊してみますから。これ壊すじゃないですか。はい、1マス壊して、でこのウッドフレームも引き続き壊せば、とりあえず1マス壊しちゃえば、これでめり込んで入れないで入れますね。不明なプレイヤーが所有しています。お邪魔します。でも残念ながらオフラインですね。うん、まあせっかくだからね、オンラインでこんにちはって やりたかったんですよね。オンラインパラサイトやってみたかったんですけど。できなさそうですね。とりあえず焚き火に火をつけましょう。よしよし、あったまろう。はい、で綺麗にチェストも分けてくれてるみたいですし、かまどはるつぼはないですね。かまどにるつぼはなくて、でもセメントミキサーがある割にはコンクリートじゃないんだよ。玉石ブロックなんですよね。セメント焼いてますよね。焼いてるだけで。いやこれどこだ、主張ブロック。いやソロプレイヤーはソロプレイヤーっぽいですね。布団は1個しかなさそうですし、なんかこれといってって感じだな。どうか耐久減ってるブロックとかあります？石ブロック。おー410だ。あーここ触ってない、たけし叩いてない。あーじゃあそっか、このセメントミキサーでこれか、岩ブロックを作ったってこと。石ブロック、石ブロックを作って封鎖した感じ。まあでも削ってたら410になってたかも。まあとりあえず削ってみますか。ここが第一段階目のカモフラの拠点で、そうさらに下につながってたりとかして、でもう一個でかい拠点あるかもしれないですからね。前がそうでしたもんね。割れました。ああ武志さん、奥に空洞ありますよ、空洞。ほら、見える？ここ。あ、てか、あ、違う、ここは、よく見たらこれ、200だ、耐久。あー、これ岩ブロックじゃなかったっすわ。これ、氷土ですね、ここ。じゃあ、ちょっとスコップの方がこれ、ワンチャン早いか、これ。砂だから、これ、砂ブロックは、あ、いや、でも、主張ブロック範囲内だから、結局、どっちで掘っても一緒か。うん。スコップ、どう？いや、ちょっと待って、オーガの方が早いな、これ。うん、オーガの方が早いわ。ごめんごめん、砂だったらさ、スコップの方がワンチャン早いかなと思った。あー出てきましたね、通路。お邪魔します。僕はどんな感じにつながって、おーそういうことね。ヘイ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 、今回はこれ拠点っていうよりも通路がつながってて、カモフラ拠点があるっていうよりも単純にメイン拠点でここに埋蔵金を隠してたっていうことか。はーはー、でもちょっとそれ開けて中身見たいんですけど、主張ブロック聞いてるとこれブロックっていうかチェストもね硬いんですよ。だから先に主張ブロックを見つけたいんですけど、どこら辺、どこだこれ。いやわかんないですよね、完全にどっかに埋めてあるんですかね。一応埋蔵金の方にもあの範囲が効いてて、主張ブロック範囲、これはしご降りてくる手前の辺が効いてなかったので、この辺かな、角度的に、角度っていうかその距離的に、マスのブロック数的にいくとこの列ぐらいか、多分この辺ぐらいか、まあ、上か下かなんですけど、ここも石ブロック。いやあのセメントミキサーがあると結局岩ブロック作れるじゃないですか。でその岩ブロックで埋めちゃったら、本物の岩ブロックなのか、あの人工物、後で作ってミキサーで作った岩ブロックなのかの判別が効かないから、とりあえず私はこの上の天井を、1列砕いていきたいと思います。たけしは、あ、たけしは下行ってくれることね。あ、了解します。じゃあたけしは下行って、私は上1列、とりあえずちょっとこの列めくってみましょう。地上には主張ブロックなさそうでしたけど、いやそんなに地上もしっかり見てないからワンチャンあるかもしれない。どうした、あ、ん、下見つけた、どこ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 、あー見つけましたね、ナイスです。いや不用心ですね、ここの拠点。あ、そっからねまっすぐ行って、あよし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 、これはちょっと
まあ、ソロプレイヤーっぽいですね、完全にソロで、まだ拠点そんなに作り慣れてない感じなのかな、ちょっとわかんないですね。でとりあえず一旦主張ブロックをいただきまして、主張ブロックいただきました。まあ、これはやらなくちゃいけないんで、やっぱりね、うん、いただきましょう。そうですよね。で、早速お楽しみタイムでございます。まずチェストの中身をチェックしていきたいと思い、あれここからですね。あれ上は、まあでもこれは名前書いてあるから分類分けしてあるんで、これは弾薬武器入ってるでしょう。はい、見ましょう。あー、品質6のブラバが入ってますね。これまだまだ、これ始めたばっかりのプレイヤーさんかな、なんか浅い、あーいやー、ちょっとなんか逆に申し訳なくなってくるぐらいの感じの、あーでもちょっとだよ、オーガがある。あれ品質1のオーガはちゃっかりありますね。うんー、オーガはしっかり、あーでもご飯もそんな入って、とりあえずサーモン缶いただきます。いただきますけど、うんー、なんかパッとしないですよね、アイテム。始めたばっかりの方か、ビギナーさんか、いやわかんないですね。まだ浅いのか。でも乗り物とかちゃんとボックスはあるってことは、乗り物は作って、はい見ましょうか。あ、いや自転車は2個作ってて、ミニバイクのフレームがありましたね、素材。まあ、こっちかな、メインは。こっち見てみてどうかって感じで見てみましょうか。はい、おおいやこれ全然あの初心者さんじゃないですね、ビギナーさんかなと思ったんですけど、しっかり隠し持ってんじゃないですか。埋蔵金なら4万5万超えでした、お金。あー、いやこっちにメインは隠してあるわ、やっぱり。あー、ツルハシと、あ、品質6のスコップ、あー、いやダイナマイト出てきました、 28 AK も品質4と、あ、マークスマン、ハンドガン、狩猟量、はい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 、こっちがメインだったんですね。あ、でもまあソロの人だったらこんな感じでしょうね。はいはい、まあがっちり、あら防具も6スクラップアーマー持ってますね。あー、たけしさんしっかりやってますわこのプレイヤーいやうまいですね。入り口はなんか初心者っぽい感じの、あ、入り口の拠点で、ここだけで完結させようとしてるわけですね、レイド記者人たちを。まあとはいえですよ、まあ武用人なんで、いや武用人なんでね。いや、ここセメントありますし、じゃあちょっと、たけしさん、ちょっとロゴを作っていただいて、かまどね、かまど増やしていただいて、ちょっとセメントミキサーももう一台頑張って集めて、ちょっとここだけの素材じゃ足りないので、そうだね、私たちここに住ませていただきますので、まあちょっと今から、ここちょっと手狭なので、手狭というよりも、大きさというよりは、あれですね、硬さの問題だと思いますんでね、ちょっとここは柔らかすぎるんで、もうちょっとやっぱ強化させていただいて、まあ多分ここの拠点主さんは時間がないのかな、なかったのかな、そうだね、もうちょっと本来であれば多分この拠点は今から拡張して固くしていく予定だったと思うんですよ、きっとね。セメントミキサーあるもんだって、コンクリートミックスも今から作ろうとしてたのかな、素材は全然ないですけど、玉石ブロックが若干あるぐらいでないですけど、今からちょっとね、ここの拠点主の、意図を私たちが組んでね、予想して、この拠点主はこういう拠点が作りたかったんじゃないかなっていうのをちょっと再現していこうかなと思います。
皆様大変お待たせいたしました。少し時間はかかってしまいましたが、たけし君と一緒に今回も励みの手によって素晴らしい拠点が完成いたしました。ご覧ください。なんということでしょう。いや完璧だと思うんですけど。いかがですか。いや完璧ですよね。いやもうこれもね、天然素材といいますか、もともとね拠点にあった素材を使わせていただきまして、しかもねこのもともとのこの所有者のこの拠点主の方ね、どなたかちょっと名前は分かりませんが、この方の布団を壊すことなく完璧になるまでに強化させていただきました。これで安心なんじゃないですか。どうです武さん、完璧じゃないですこれ。ちゃんとね奥の部屋のねこのカモフラもう今更ちょっと無理なので、まあここはプライベート空間ということであまりいじらないようにね、そのまま拠点主の意思を、汲み取ってここはねそのままさせてもらいました。まあただね金庫扉にさせてもらって、まあ、強度レベルをアップさせたと。でちょたけし君がねちょうど今後ろで隠してくれてるんですけど、背中でねここに一応パスワード載せてます。ここの新しくね扉増築したんで、結局拠点主の扉邪魔だったんでぶっ壊して。でこの下にね日曜私たち の, 拠点部屋ですね、たけしとふさおの部屋をこれちょっと作ろうと思ってたんですけど、素材が足りなくてちょっとまだ途中なんですね私たちの部屋は。ちょっとおいおいね素材が集まり次第増築ここはね強化していこうかなと思ってます。ちょっとよくよく考えたらですけど、ここの拠点主の方がログインするとは限らないですからね。そうだよね、まあ、前回のパラサイトはうまくその日のうちにねログインしてくれたみたいですけど、じゃあ今回の拠点主さんね、もし見ててあれこれひょっとしてうちかってなった人はぜひねすぐログインしてもらってちょっと確認をしてもらいたいんですけど、そんな毎回毎回うまくログインしてくんないですかね。まあだってログインこのサーバーに来ているプレイヤーで毎回アクティブでやってるんだったら毎日入ってくれるとは思うんですけど、まあ全員が全員アクティブでやってるかどうか分かんないですからね。まあとりあえず一旦明日もう一度ログインし直してみてどうなっているかですね。今回の拠点主の方も受け入れてくれるでしょうか。明日が楽しみですね。ということでまた次回お会いいたしましょう。お楽しみ様でした。